You're underage, aren't you, miss? I'm sorry, but I cannot serve you alcohol. I'm sorry to bother you. I'm actually looking for someone, and I think they may have been here. Or should I ask him about Christian? Was there a man here, deeply tan and dressed in a flashy style? Oh, that guy? Yeah, he was here a little while ago. Really? He said he drank too much, so maybe he went to go sober up somewhere. Thank you so much. I'll be on my way. Trying to sober up, huh? Maybe he's taking a walk? Hi, Arga! Huh? Oh, Akari! What a coincidence! Yeah! What's the matter? Mm-hmm. Oh, nothing. So what are you doing? Shopping? I'm looking for a man named Christian. He has a dark complexion and wears flashy clothes. Have you seen anyone like that? No way. I can't believe this. What is it? You're acting kind of funny, Akari. Christian, right? Yeah, I know him. As a matter of fact, I just saw him a little while ago. Really? Sure. He was just on the Sotenbori footpath. He might still be there. Come on! Okay. Hora, あそこにいる人がクリスティーナだよ。クリスティーナさん。あれ？確かあなたはさっきのダンサー。もうあなたとお話しすることはないと言ったはずですが。それは知ってます。でも、もう一度チャンスをください。それにほら、今度はプロも一緒ですから。プロ？どういうこと、あかり？実はさっき、ダンサー仲間からクリスティーナが蒼天堀に来てるって聞いて、私のダンスを直接見てもらったの。でも、踊り終わった後、君には興味がないって言われて。え？クリスティーナさん、お願いです。もう一度私のダンス見てもらえませんか？私どうしてもクリスティーナさんにダンスの指導をしてもらいたいんです。今度は私の友達で今アイドルとして活躍してるプロの子も一緒なんで、これなら少しは興味を持ってもらえると思うんですけど。ちょっと、あかり。はるか、お願い。友達でしょ。私にははるかみたいなルックスも人脈もない。だからこんなチャンス逃したら私。いいでしょう。どういう経緯か分かりませんが、お二人のダンスを見て差し上げます。本当ですか？ええ。ちょっと待ってください。実は私、クリスティーナさんにお仕事のことでお願いしたいことがあってここに。いいから踊りなさい。話はその後。どちらにしても私は自分の興味あるダンサーと以外関係を持つ気はありません。つまりあなたが私と話をしたければ踊って私の興味を引くしかない。どう？やめて帰る？いえ、やります。あかりと踊らせてください。よろしくお願いします。行くよ。
I'm sorry, Akari. I had to do that. あなたとならいいお話ができそうね、ハルカ。クリスティーナさん、どうして。確かにハルカもよく踊れていたけど、私との差がそんなにあったとは思えない。なのにどうして。言ったはずですよ、アカリさん。私は興味あるダンサーとしか関係を持たないと。でも今日は気分がいいので一つだけ教えてあげます。私がハルカの方を選んだ理由を。何。ダンスはテクニックじゃない。自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっているの。心。私は数えきれないほどのオーディションを審査し、数えきれないほどのダンサーを見てきた。でも毎回オーディションに落選するダンサーには共通して言えることがある。それは彼らが踊る機会になってしまってるということ。踊る機会。1ミリのズレもない計算され尽くしたダンス。人はその精密な動きに最初は驚き感動を覚えるかもしれない。でもそれは本当に人を引きつけるものじゃない。本物のダンサーというのは自分の動きで感情を表現し、見る者を感動させるものなの。それがフロントに立てる人間と生涯バックで踊り続ける人間の差。今のあなたとハルカの差よ。そんな。人に認めてもらおうとして踊ってもダメ。もっと心から楽しく踊りなさい、あかり。何なのよそれ。私の何が悪いのよ、あかり。もう知らない。もう私ダンスなんかしない。あかり。追いかけてはダメ、ハルカ。今のあの子は自分で気づくしかないの。辛いけどそれがあの子のためよ。でもあかりは間違ってないと思います。あかりは私にダンスが楽しいことだってことを教えてくれた大事な友達なんです。そう。なら今度はあなたが教えてあげなさい。友達というのはそうやって支え合い互いに成長していける関係のことを言うんでしょ。え、はい、そうします。それじゃお説教はこれでおしまい。約束通りハルカの話を聞きましょう。何か私にお仕事の話があると言ってたけど。はい、実はクリスティーナさんに私のダンスレッスンをお願いしたいんです。私に。私が所属しているダイナチアという事務所の社長がクリスティーナさんにお話があると。なるほど。それで社長ではなくあなたが。行動は言葉より雄弁ということですか。結構やり手の社長さんのようですね。クリスティーナさん、今から一緒に事務所の方まで来てもらえませんか。いいでしょう。お付き合いします。なるほど。あと数日で東京でのライブを予定している。それまでに彼女を仕上げろと。どうですか、それまでに彼女を先生のお力で
なんとか形にできますかね。え、やっぱり無理っすか。はるかにとって私はただのきっかけにすぎませんよ、パク社長。ありがとう。さすがね。どういうこと？踊るのはこの子です。私ができるのは教えることだけ。成功するかどうかは私の力じゃない。ご期待にお応えしてみせましょう。遥は非常に素晴らしい才能を持っている。ダンス歴わずか半年でここまで成長したとはまさに驚異的ですね。彼女の努力も相当のものだったはずです。ならば残された時間は決して短すぎることはありません。クリスティーナさん、はるかお願いします。先生、社長、今日のところはこれで失礼します。本格的なレッスンは明日からにしましょう。はるか、私もメニューを考えておきます。いいですね。はい、よろしくお願いします。クリスティーナはやはり本物ね。一つの芸を極めた一流の人間よ。あの先生になら安心して任せることができる。二人ともよくやったわ。いやただし今日の仕事はまだ終わってない。え、はるか、着替えたら社長室に来なさい。堀江も同席して。あ、はい、わかりました。